オマール・ナルバイス、オマール・ナルバイス、オマーのルバス、男性、1975年7月10日体は、アルゼンチンのプロボクサー。チュブ州、トレレウ出身。元 WBO 世界フライ級王者。元 WBO 世界、スーパーフライ級王者。アマチュアボクシングで培ったテクニックをベースにした、工房兼備のアウトボクサー。アルゼンチン代表として、アトランタオリンピック、 シドニーオリンピックの二度のオリンピック出場をしている。エル・ハーコン、ハリケーンの愛称を持つ。弟のネストール・ナルバイスは、元フライ級の世界ランカーで、5人兄弟ともにボクシング選手。2012年に弟ネストールのチームに同行主発来日を果たしている。1975年にアルゼンチンで生まれ、早くからアマチュアボクシングを始めた。 1996年にはアトランタオリンピックにフライ級代表として出場1回戦でホアン・グズマンに勝利するも2回戦で敗退1997年ハンガリーのブダペストで開催された1997年世界ボクシング選手権大会にフライ級で出場し銅メダルを獲得1999年パンアメリカン競技大会に フライ級で出場、決勝で、ホセナバールを破り優勝。テキサス州ヒューストンで開催された1999年、世界ボクシング選手権大会に、フライ級で出場、銀メダルを獲得。2000年、アメリカ大陸予選に、フライ級で出場、準決勝で、ダニエル・ポンセデレオンに敗退。シドニーオリンピックにもフライ級代表として、出場、2回戦で、 ウクライナのウラジミール・シドレンコに敗れた。このオリンピック出場を最後にプロボクサー転向を目指す。2000年12月1日にアルゼンチンでプロデビュー。すべてアルゼンチン国内での試合であったが、11戦全勝を記録。2002年7月13日、12戦目で WBO 世界フライ級王者、アドニス・リバスに挑戦、7回にリバスからダウンを奪うなど、 終始、ナルバイスペースで進み、12回3から0の判定勝ちを収め無敗のまま世界王座を獲得した。2002年9月13日、後の IBF 世界ライトフライ級王者、ルイス・アルベルト・ラサルテと対戦し、10回2分27秒失格勝ちを収め初防衛に成功した。2002年12月14日、イタリア・サルデーニャ・州ク・アルトゥ・サンテレナにあるプラゼル デッドスポルトでナルバエス発となる海外戦を行い、アンドレア・サリッツの挑戦を受けた。タフなさ、リッツの技巧に苦戦するも12回2から1の僅差で、後半に追い上げたサリッツを振り切り2度目の防衛に成功した。2003年6月7日、ブエノスアイレスので、6年振りの世界挑戦となるエベラルド・モラレスと対戦し、初回にダウンを奪って先制。 その後5回にもダウンを奪い、最後はレフェリーストップで3度目の防衛に成功した。2003年8月9日、サルデーニャ州カリアリにあるビラジミウスで、アンドレア・サリッツと再戦、12回1から1、116から112、114から114、113から115の判定で引き分けたが4度目の防衛に成功した。 2003年11月14日、パリのパレオムニスポールドパリベルシーで、アレクサンデル・マクムフドフと対戦した。試合は、終始ナルバイスがコントロールし、10回終了時に、マクムフドフ側が危険し5度目の防衛に成功した。2004年3月6日、レジナルド・マルティンス・カルバルホと対戦。ブラジル最短となる8戦での世界ラッシュを目指す、カルバルホを相手に、 序盤からプレッシャーをかけて、ロープに追い込み、連打をまとめて、レフェリーストップを呼び込み6度目の防衛に成功した。2005年12月5日、1年9ヶ月ぶりの世界、王座防衛戦。フランスのルカネにあるパレオムニスポールで、国内トップアマチュア選手だったバーナード・アイノンと対戦した。13戦前勝のアイノンを、初回から圧倒し、10回にダウンを奪う。 結果11回44秒 TKO 勝ちを収め7度目の防衛に成功した。最後は連打にさらしてレフェリーが手数が出なくなったアイノンを救い出すでストップした。2006年8月5日、コルドバ州コルドバニアルでレクソンフローレスと対戦した。タンクの異名を取ったフローレスのタフに苦しめられたが、結果12回3から0と、 完璧といえる解消で8度目の防衛に成功した。2006年10月14日、ワルベルトラモスと対戦し、9回にダウンを奪い12回、3から0の判定勝ちで9度目の防衛に成功した。2007年3月10日、フランスのルカネにあるラパレステラにて、シドニーオリンピックでライトフライ級金メダルを獲得した元、WBA 世界ライトフライ級王者、 ブライム・アスローム、フランス対戦した。2回にダウンを奪って最後までペースを握り、12回、3から0の判定勝ちで10度目の防衛に成功した。2007年9月14日、マルロン・マルケスと対戦した。試合は互角で進むも、4回に入ると一方的に、ナルバイスが打ちまくりそのままレフェリーが試合を止めた。 4回2分47秒 TKO 勝ちを収め11度目の防衛に成功した。2008年1月25日、後の IBF 世界ライトフライ級王者、カルロス・タマラと対戦した。試合は強打のタマラを完全に封じて12回3から、0と大差完封し12度目の防衛に成功した。2008年5月9日、スペインのリングに登場。 ガリシア州 B5 にあるパベロンセントラルにてイァン・ポゾと対戦した。試合は小さな戦士の異名を持つポゾが好戦的でナルバイスを苦しめた。中盤以降、ナルバイスがパンチを散らしてポゾを封じ7回終了時にポゾ陣営が危険13度目の防衛に成功した。2008年9月20日、後の WBO 世界バンタム級暫定王者。 アレハンドロ・イルナンデスと対戦し、終始エルナンデスを封じて12回3から0の判定勝ちを収め14度目の防衛に成功した。2009年2月7日、22戦前勝のレイオンタ、ウィットフィールドと指名試合を行った。試合は、終始ナルバイスがペースを握り、ウィットフィールドに何もさせなかった。最後は、連打をまとめて、レフェリーストップ。 10回50秒 TKO 勝ちで15度目の防衛に成功した。2009年6月26日、オマールソとメキシコの挑戦を受け、11回 KO 勝ちで16度目の防衛に成功した。その後2階級制覇に挑戦するため、WBO 世界フライ級王座を返上した。2010年5月15日、ブエノスアイレスので、 ホルフェ・アルセノ王座返上に伴いエヴァース・ブリセノと WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦を行い12回3から0、117から108、2社が117から108、118から107の判定勝ちを収めフライ級に続く2階級制覇に成功した。2011年2月12日、ブエノスアイレスでビクトルザレタ。 メキシコと対戦し、12回3から0、119から108、2が120から107の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2011年4月16日、無敗の指名挑戦者、セサール・セダと対戦し、12回判定勝ちを収めて2度目の防衛に成功した。二千十一年六月十一日、ウィリアム・ウリナと対戦、六回に、 ウリナが減点されると、ペースが、ナルバイスに傾き結果3から0の、判定勝ちで3度目の防衛に成功した。2011年10月22日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターで、WBC ・ WBO 世界バンタム級王者、ノニトドネアに挑戦したが、プロ初黒星となる12回0から3のテーマ化を、喫死3階級制覇に失敗した。 2012年4月21日、サンフアンのエスタディオアルド関東にウで、WBO 世界スーパーフライ級2位で、指名挑戦者のホセカブレラと対戦した。8回と10回に、カブレラが減点されて、自滅に近い形になり、12回3から0の判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した。2012年10月20日、ブエノスアイレスのエスタディオルナパルクで、 ジョニー・ガルシア、メキシコと対戦した。当初は10月17日に行われる予定だったが、前日の16日に、父が亡くなる不幸が3日延期された。試合は、終始ナルバイスがペースを握ると7回にダウンを奪って、先制。11回に立て続けに3度ダウンを奪い、この試合4度目のダウンで、ガルシアが力を失ったように失神ダウンし、レフリーがその場でストップをかけた。 11回2分55秒 KO 勝ちで5度目の防衛に成功した。2012年12月15日、トゥクマン州、トゥクマンでデビット・キハのプエルトリコと対戦し、12回3から0、120から106,119から109,120から108の判定勝ちを収め6度目の防衛に成功した。2013年5月25日、 ブエノスアイレスのエスタディオルナパルクで WBO 世界スーパーフライ級1位のフェリペオルクタ、メキシコと対戦し12回2から1、2者が115から113、110から118の判定勝ちを収め7度目の防衛に成功した。試合後オルクタのセコンドについていたイグナシオベリスタインは判定に不満を漏らした。2013年8月24日 中部州トレレウのヒムラシオムニシパル N1 で、WBO 世界スーパーフライ級15位の久高、カ、幸中里ジムと対戦し、10回1分26秒、TKO 勝ちを収め8度目の防衛に成功した。2013年12月21日、ブエノスアイレスのビララナータスポーティングクラブで、WBO 世界スーパーフライ級9位で、 WBO 世界スーパーフライ級ユース王者のダビカルモナと対戦した。6回にダウンを奪い、アワやカウントアウト寸前まで追い詰めると7回に連打をまとめカルモナ陣営のタオル投入で試合終了し9度目の防衛に成功した。2014年5月17日、コルドバ州、ビバマリアのアウフィテアントロムニシパルで WBO、世界バンタム級。 ユース王者のアントニオ・ガルシアと対戦し、ボディショット一撃で KO を奪い試合終了。4回3分 KO 勝ちを収め10度目の防衛に成功した。2014年9月19日、アルゼンチンのコレドバ州で7度目の防衛戦で苦戦した WBO 世界スーパーフライ級1位で、指名挑戦者のフェリペオルクタと再戦し、12回2から0。 二社が116から112、114から114の判定勝ちを収め11度目の防衛に成功した。2014年12月30日、日本のリングに初登場。東京都渋谷区の東京体育館で元 WBC 世界ライトフライ級王者で WBO 世界スーパーフライ級8位の井上、直也、大橋ジムと対戦し、初回に キャリア初のダウンを2度奪われる展開となり、2回も、井上の構成の前に劣勢を強いられこの試合4度目となるダウンで、ナルバエスは、立ち上がることができず2回3分1秒計営を負けを、必死12度目防衛に失敗、4年7ヶ月保持していた王座から陥落した。試合直後のリング上では、ナルバエス陣営が、井上はグローブに鉛を仕込んでいるのではないか とチェックを要求したが、大橋秀幸会長がグローブをその場で外して、相手に確認させるとナルバイスのトレーナーは、苦笑いを浮かべて、グレートなニューチャンプだ。と一言返したとのこと。2015年1月10日、WBO は最新ランキングを発表し、ナルバイスを WBO 世界スーパーフライ級6位にランクインした。2015年10月10日、 10ヶ月ぶりの復帰戦が、いきなりの地域王座決定戦。CE で MN2 で、ディエゴルイス・ピチャルド・リリアーノと WBO、ラテンアメリカスーパーフライ級王座決定戦を行い、1回、3から0の判定勝ちで、王座獲得に成功し試合後来年に井ノウエとの再戦を熱望した。2016年2月20日、チブシュープエルト・マドリンで IBAF。 ラテンアメリカバンタム級王座決定戦で、ヘッス・バルガスと対戦。8回開始早々バルガスが棄権したため、バンタム級進出初戦で王座獲得に成功した。2016年4月15日、IBF は最新ランキングを発表し、ナルバイスを IBF 世界バンタム級9位にランクインした。2016年6月11日、 ヒムナシオムニシパル N1 でブレイロールテランと対戦し10回3から0の判定勝ちを収め IBF ラテンアメリカ王座の初防衛に成功した。2016年8月8日、IBF は最新ランキングを発表し、ナルバイスを IBF 世界バンタム級3位にランクインした。2016年10月25日、IBF 世界バンタム級3位のオマールナルバイスと IBF 世界バンタム級5位のエマニュエル・ロドリゲスによる IBF 世界バンタム級挑戦者決定戦の入札が行われ、ナルバイスを要する計、オーインターナショナルが126,101万ドル、約1,300万円で、工業権を落札した。ファイトマネーの分配は、ナルバイスが60%の75,661ドル、約780万円。 ロドリゲスが40%の5万440ドル、約520万円で、ロドリゲス要する、ウォーリアーズボクシングの入札は5万7500ドルだった。2017年3月4日、バークレイズセンターで、IBF 世界バンタム級4位のエマニュエル・ロドリゲスと、IBF 世界バンタム級挑戦者決定戦を行う予定だったが、何度か延期した末に対戦は実現しなかった。 2017年10月11日、WBO は最新ランキングを発表し、ナルバイスを WBO 世界バンタム級1位にランクインした。2017年10月14日、ブエノスアイレスので、WBO 世界バンタム級2位のニコライポタポフと、WBO 世界バンタム級挑戦者決定戦を行い、7回終了 TKO 勝ちを収め。 WBO 在の挑戦権獲得に成功した。2017年11月11日、WBO は最新ランキングを発表し、WBO 在の挑戦権を獲得した、ナルバイスを WBO 世界バンタム級1位にランクインした。2017年12月6日、同月8日に、WBO 世界バンタム級王者のラに出てと、 WBO 世界バンタム級1位のオマール・ナルバイスの間で指名試合に関する入札を最低入札価格が10万ドルで行う予定だった2018年2月初頭にロンドンでテテとナルバイスの間で指名試合を行うことで合意したため入札は中止となった2018年4月21日ベルファストのスアリーナで WBO 世界バンタム級王者のゾラにテテと対戦し 12回0から3、108から123の判定負けを決し3回級制覇に失敗した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。